はい、画面の前の皆様、おはこんちっす。どうも、先月です。今回はですね、まあ、おじさんがもう、ハマりにハマっているゲーム、アナザーエデンというゲームからですね、キャラクターイメージカクテル、ガリユというカクテルをね、作っていきたいと思います。で、このガリユというキャラクターなんですけどね、はい、ドンと今ここに出たと思いますが、まあ、赤い髪の、ロン毛の兄ちゃん、性格的にはね、もう、俺様脳筋ですね。もうなんだろう、ひたすら脳筋で、まあ火属性のキャラクターなんですけど、その火属性吸収の低い鳥という敵をですね、もうそれ以上の火力で燃やし尽くしてやるっていう、ちょっと頭の悪い、まあ俺様脳筋キャラクターということで、まあこのキャラクターのカクテルを今から作っていきたいと思います。でもこのガリユというキャラクターもとにかく何でも燃やし尽くしたい、もうどんなものでも俺の炎で燃やし尽くしてやりたいっていうねキャラクターですので、まあ今回はちょっと色も赤で溶岩のような色を出しつつ、辛味も入れてね、もう飲んでる人間の喉焼き尽くしてやるぐらいな、あの辛いカクテルを作っていきたいと思っております。で、そのどうしてこういうテイストにしたのかっていうことなんですけど、それはねここで説明してしまうと多分めちゃめちゃに長くなりますので、あのどういう意図でこのカクテルを創作したのかっていうところに関しては概要欄の方に貼り付けておきますので、興味のある方はね概要欄見ていただけたらなと思います。というわけで、じゃあ実際に今からガリウムの方を作っていきたいと思います。その実際に作り出す前に、まあ、使う材料の方をね、説明をしていきたいと思います。まず、ベースはウォッカ。こちらを使いますね。あとは、トマトジュース。トマトジュースなんですが、こちらがクラマトという、ハマグリのエキスが入っているとても美味しいトマトジュース。こちらを使っていきます。あとはですね、少量のお水と、あとは、こちら。マギーブイヨンですね。ブイヨンスープをベースに、カクテルを作っていきますので、今回はこのマギーブイヨンの方を使って簡易的に、なんだろう、ブイヨンスープの方をね、作っていきたいと思います。で、そして玉ねぎですね。あとは、カイエンペッパー。もうこれで辛味バッチリ出していきます。あとは、玉ねぎ、鷹の爪が1本。こちらを使ってですね、実際にガリウカクテル作っていきたいと思います。はい、それではまず玉ねぎですね。玉ねぎを、まあ、これぐらいの量。これぐらいの量を、切っていきます。さいの目に切る感じですね。よいしょ。はい。そしたらこれを器に取っておきます。よいしょ。よいしょ。はい、そしたらですね、このカップ、まあ、使うカップですね。まあ、耐熱のグラスに、まあ、半分以下ぐらいのお水を用意しておきます。はい、そしたらですね、今度このお水をここに鍋に移して、そして、クラマト。よっ。適量ですね。ここはもう味見てください。火かけながらちょっと、これから火にかけていくんですけど、火にかけながらちょっと味を見つつ、トマトジュースは調整する感じですね。で、マギーブイヨン。マギーブイヨンなんですけど、これ1個入れるとちょっと濃いので、軽く、よっ。削っときましょう。だいたい3分の2ぐらい使えば十分な味が出ると思いますんで、それぐらい使って残りはもう削っちゃうって感じですね。で、ここに玉ねぎ、よいしょ。そしてカイエンペッパー。もう辛さはお好みですが、もう結構辛いの好きだよっていう人はね、もうバンバンに辛くしてください。ただカイエンペッパー結構辛いので、入れすぎるとちょっと辛さに弱い人はもう飲めなくなっちゃうかもしれないんで、そこら辺はもうちょっと少なめから始めて徐々に調整してもらえればなと思います。で、これをですね火にかけていきますね。はい、それではね、ここで火にかけます。で、火にかけたらですね、その間にこういった耐熱の器にですね、ウォッカを注いで、まあ大体20ミリぐらいですかね。で、これをちょっとね、レンチンしていきます。ちょっと軽く温める感じですね。はい。ではね、こちらウォッカの方、今温めてきました。で、そうこうしてるうちにこちらが沸いてきますので、これでちょっと味見てみましょう。よいしょ。ああ、うん。美味しい。美味しい。辛いな。痛い。けど、僕の好みはもうちょっと辛い方が好きなんで、もうちょっとだけ入れます。はい。で、これで味がね、ある程度、決まってきたら、
これで、グラスの方に移していきますね。うん、うまい。美味しいわ。よし。はい、そちらでですね、先ほどの耐熱のグラス、こちらにこのカクテルをゴーッと入れていきます。よいしょ。で、そしたらですね、ここに鷹の爪、これを1本ポンと入れますね。そしたら、さっきのちょっと温めたウォッカ、これをよグラスの縁に沿わせてですね、フロート浮かべていきます。このカクテルの上に、はい、こんな感じでね、これで液体の上に、スープの上にもうウォッカが浮いた状態になってます。で、ここで火をつけますね。見えるかな、ちょっとね、火がぽーっとついてるんですけど、見えますかね。はい、これでガリウカクテル出来上がりになります。で、これでちょっと鷹の爪を焦がしてあげることで、その鷹の爪の焦げる香ばしさっていうのを出していきます。で、これがもうだいぶこれで焦げてきましたね。そうしたらこれで火を消して、ここでよワンステア、あー唐辛子の焦げた匂いいいね。はい、ここで混ぜてあげて、はい、これでガリウの完成になります。イエーイ。はい、それではね、今から実際にこのガリウカクテル飲んでみたいと思います。いただきます。うん、おお、辛いけど美味しい。そのウォッカの香りもさっきのスープに入ってくるんですけど、すごいね、めちゃめちゃちょっと痛いぐらい辛いです。でもすごく美味しい。なんか今飲んだ瞬間にもう汗吹き出るぐらい、その熱さというか体の内側からグッと熱くなってくる感じですね。もう本当にね、このカクテルもし作っていただけるんであれば作って、まあアナザー絵でもしやってる人であればね、そのガリユっていうキャラクターを思いながら飲むと、うおーガリユっていうテイストの味になってると思いますので、興味のある方はぜひ作ってみてください。というわけでね、今回はアナザーエデンキャラクターイメージカクテルガリユの作り方と飲んでみた感想の動画でございました。最後までね、見ていただいて、ちょっとでもね、面白いなとか楽しいなって思っていただけたら、チャンネル登録ボタンポチッと押していただけますと、おじさんは泣いて喜びますので、ぜひね、よろしくお願い申し上げます。それではね、また次回次の動画でお会いしましょう。じゃあね。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価していただけるととても嬉しいです。動画撮影の励みになりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回もご期待。